はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やすでございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、先日ね、その焼肉のタレをつけないで食べると、この美味しかったことの、まあ、応用編みたいな感じになるんですけども、あの、その水炊きでもね、ポン酢やごまだれといったね、あの お鍋ね、お鍋あるでしょ、俗に言うお鍋ですよ、水炊きって言ってもね、多分水炊き通じると思うんですけどね、大阪だったら関西、いや水炊きって多分全国的に言葉があると思うんですけども、まあ、その水炊きでも、ね、まあ、ポン酢やね、ごまだれといったね、この味をつける調味料っていうんですかね、まあ、あれをつけずに食べてみました。めちゃくちゃ美味しかったんですよ。めちゃくちゃね、あれ何なんでしょうね、ほんまに。あー、これいいやんってほんまに素直にね、思いましたね。まあそのね、ここ最近はもうずっと体重やこの血圧の関係でですね、まあ、食事に関する内容のお話になってますけども、これはね、ほんと大事なことだと思ってます。まあね、そのポン酢やごまだれをつけずに食べる水炊き、まあね、先ほど言いましたけど普通のお鍋ですよね。まあ、カツオか何、昆布ですかね、そういうのを最初に入れてお出汁を作ってですね、野菜でしょ、肉でしょ、魚っていうのをね、入れるわけですよ。まあ、そんなお鍋っていうのはね、まあ、やっぱり、まあ、ポン酢やごまだれなどをね、まあ、キムチだれとかもありますよね。今キムチは今食べられへんですけど、まあ、そのお椀というかね、この自分の取り皿に入れて、こうドボドボと入れて、そこに、お鍋の具材を入れて絡めて食べるっていうのがね、まあ、ベーシックな食べ方ですけども、まあそのね、何もつけずに食べると、その焼肉の時のようにですね、まあ、素材の味を味わうことができました。まあ、そしてまた今回もね、ありがたさがね、身に染みましたね。ありがたいな、この味はすごいな、こういう味やったんやっていうね、そのもののね、ありがたさをね、すごいね、身に染みましたね。まあ今回、その何もつけずに食べるといった理由としましてもですね、まあ、焼き肉の時と同様ですね、まあ、タレは塩分が高いというのがですね、頭をよぎてですね、まあ、そしてまあポン酢もごまだれも、今回もね、ポン酢もごまだれもですよ、まあ、絶対に口の中がね、染みると予想できたんです。ほっぺたの内か、こっちもそうなんですけども、あのね、ただれてますんでね、それがね、染みるというのが予想できたのでですね、まあ、やってみた結果がね、まあ、最高だったんですね。これはね、大発見ですよ、本当に。まあ、それかまあね、僕が、なんていうんですか、その、今まで知らんかっただけだったのか、気づかなかっただけであってですね、まあ、皆さんの中では、まあ、もう常識なのかもしれませんけども、まあ、僕に対しては、僕にしてはですね、まあ、初体験だったのでね、すごい嬉しかったです。なので、よく売ってる、なんとか鍋の素とかね、なんとか鍋のスープとか、そういうね、やつとかの、お鍋の時はね、スープの味がついてるのでですね、まあ野菜やお肉といったね、魚もそうですけども、まあそういう具材にはしっかりとこの味が染み込んでてですね、まあそれはそれで大変美味しいので、そのままそれは普通にいただいてます。その何もつけずにね。まあ、しかしね、今回のようにその水炊き、まあね、のようなお鍋の場合はですね、まあごま、誰もポン酢もですね、使わなかったね。やっぱその、最初の一口目はやはり、まあ、どこが味気なかったですね。まあ、白菜とかね、野菜、まあそうですね、葉野菜といったものが、やっぱりその、なんかいつも足りへんなと思ったりするんですけども、まあ、でも、ね、その、しかし、その、やっぱりね、具材をね、しっかりよく噛み続けるとですね、その具材そのものの味がね、すごい出てくるんですね。これが最高だったんです、本当に。まあ、その、お出汁もね、昆布なので、しかもその、お鍋の中に、ですよ、野菜やお肉のね、魚もですね、その栄養がもうね、こうしっかりぶわっと溶け込んでるんでね、そのスープもね、飲むことができるんです。まあ、そのラーメン、ね、以前話した時のラーメンのスープのようにですね、カロリーや塩分、
まあそのね、まあ高くないはずなので、まあね、薄味ですけど、まあ栄養はしっかりと取りこぼさずに取ることができます。いや、すごいですよね、本当に。お鍋なんか最高ですよね。まあ今後僕の前から、目の前からですね、調味料がなくなるかもしれません。まあでもね、しかしですね、やっぱりその、我が家のお鍋は子供もしっかりとね、食べさすためにですね、子供にもね、しっかり食べさすためにですね、うどんをね、ゆでうどんをね、一緒に炊くんですよ。一緒にね、その最初からこのお鍋に入れるんですよ。締めのうどんじゃなくて、もう最初からうどん、鍋焼きうどんみたいな感じですよね。まあ、そういう風にうどんを最初にこう入れて、何玉ぐらい、2玉、3玉ぐらい入れて炊くんですけども、でもそのうどんはね、やっぱ味がしなかったですね。まあ、うどんに関しては、まあ、ちょっとごまだれをね、使っちゃいました。ほんまにちょっと、一滴、小さじの、え、ちゃうわ。大さじでもないな。まあ、ティースプーン一杯ぐらい、さっとこう入れて、ぐりぐりぐりとこう、うどんに絡ませて、こう、スッと食べたらね、まあまあ食べれましたね。まあ、さすがに何も味もついてない、辛みついてないね、麺だけを食べるのはちょっときつかったんですね。まあ、ただ茹でた麺やって感じでしたからね。もうそのスプーン、ティースプーン一杯でも入れてね、美味しかったですよ。まあでもね、他の具材に関してはですね、良かったですよ、本当に。でもそれでもやっぱりこう続けてたらですね、ひょっとしたら飽きてくるかもしれないのでね、まあ、たまには気分転換ね、まあ、その先ほど何回も言ってませんけど、ポン酢やごまだれなどね、まあ、ちょいちょい使っていきます。まあ、やっぱその、あのね、やっぱさっきも言ったんですけども、ごまだれ、ポン酢、あとね、そういう風なの、ちょっとキムチの素が入ったような、とね、ピリ辛味の、あの、タレとかね、あるじゃないですか。あと、ごまだれに柚子が入ったやつとかね、いいですよね。食べたらってきましたわ、また。今日もね、今日もお鍋にしようかな。いや、今日は奥さんが大根炊いているんで、多分その料理だと思います。まあまあ、今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。